スベン・ベルクビストは、スウェーデン出身のサッカー選手、アイスホッケー選手。ポジションはサッカーではゴールキーパーを、アイスホッケーではディフェンスを務めた。サッカー選手としては1932年から1946年まで、ハンマルビーイフに在籍した。サッカースウェーデン代表としては1935年6月30日に行われたドイツ代表戦で代表デビューをすると、 1936年にドイツで開催されたベルリンオリンピックに出場し1943年に代表を退くまで国際 A マッチ35試合に出場した。選手時代にはフランスのラシンパリからオファーを受けたが、孤児しアマチュア選手としてプレーを続けた。アイスホッケー選手としてはサッカー選手と同じく1932年にハンマルビーイフでデビューをし、 1946年まで在籍した。ポジションはディフェンスを務め5度のスウェーデン選手権優勝に貢献した。スウェーデン代表としては1936年のガルミッシュパルテンキルヒエンオリンピックに出場するなど55試合に出場した。ベルクビストはサッカーやアイスホッケー以外にもバンディの選手として4シーズンにわたってトップリーグでプレーをした。 この他にも、卓球の選手として2部リーグでプレーし、ハンドボールやボーリングの選手としても活躍をした。引退後は、サッカー指導者となり1946年から1948年まで、フルスのハンマルビーフ監督を務めたが、1948年には、アイスホッケーの代表監督として、サンモリッツオリンピックに出場した。 1955年12月3日に交通事故にアイグルマイス生活を余儀なくされたが、障害者競技のアーチェリー選手に転向すると、パラリンピックのスウェーデン代表に選出された。1966年に死去52歳没。ーツ。1999年に生前のアイスホッケーの分野での活躍が認められ、ホッケーの殿堂入りを果たした。ありがとうございます。